どうもクレイジーパピヨン誠司です。よろしくお願いします。どうしました、どうしました、これね、どうしたの、え、どうしたの、これほんとなの、これほんとに嘘でしょ。俺寝ちゃってて、え、いつ別れたの、事件、カレンがバカなの、なんでなんで、どうしたの、別れた、意味が分かんないよ。モグオリの件で喧嘩で別れる、8時過ぎは事件発生はね、場所は、時間取っといてくれた、時間取ってくれたの、8時ぐらい、時間は、現場はカレン家、あ、カレンでいいね、8時だって、2時間前だ、じゃあ六本木で、うん、旅行行くって言ってたけど行かなくていいの、じゃあ旅行は、うん、もぐおり、勝手に辞退したことにパルが怒って、パルは家のために好きって言って喧嘩になって今別れた、気づいたら別れてた、あ、今カレンちゃん大丈夫って言ったんだけど、あの LINE したのね、見てみろ、出たよ、何これ、見て、死にます、本当なのこれ、ちょっと婦人警官ちょっといるから、で電話してみる、ちょっと、だから婦人系、これこういうの、こういうのはさ、やっぱり女の子同士の方が、何でだよ、え、勝手にしろ、彼が死にますとか言われたら戻っちゃうって言った、死にますって言ってるよ、これわずかちょっと待って、もう悟られてるよ、悟られてる、カレンちゃん、なんかほら、なんで、わざわざ来なくて大丈夫ですって悟られてる、これ悟られた、ほら来なくていいって、なんで、台本なんじゃないのこれ、台本なんじゃないのこれ、えぇ、パルがカレンとかからないでって、パルが配信者とカレンとかからないでって言ってたよ、かからない一番、うん、カレンちゃんもう配信者と絡みたくないって、ああ、じゃあ配信者じゃなかったらいいんですか、じゃあ配信者じゃないじゃん、配信者なの、いるけど配信者じゃない人が、30代って自分で暴露してた、え、30代ないか、カレンちゃんらしい、何歳なんだ、30、ゼロアンドご飯売ってる、カレンを取っとこう、ケーキありがとう、ほら家でゼロワンと飯食うって、あー、ココちゃんドンチキやりたい、誠治これもらったから1個、あー、ありがとうございます、あ、そうだ、ホロラン上の方の人はこれもらえるんですよね、あのアイテム、あの目の招き猫、あと花火とかもらえる、ありがとう、ココちゃんナイス、今年29、あ、プリンちゃんどうだろう、あるかな、大きな猫もちゃんと行かなきゃ、あ、なんかこれ買ったの、これ、そうです、何これ、トイレ追加して買った、トイレ追加、
でけえな、このトイレ。初花火、エリッティさん、ナイス、ドンチキやりだす。お前がアラブの石油をみんなに大学さんとび、よいしょ、ありがとう。ナイス。犬はね、いなくなっちゃった。いるよ。やっぱり飼われるのやらみたいよ、うん、どっか行っちゃった、犬が。初花火、ドンチキ、ナイス、プリンちゃん。プリンちゃん、初花火じゃないじゃん、それ。ナイス。そっか、これで行かなくていい？これまたこれややこしくなっちゃうもんね。ねえ、行かなくていいか、ほっそっとしとくか。じゃあ行かなくていいか。うん、今度 OD 騒ぎしたら、警察通報するとパル言ってた。ああ、そういうことね。じゃ本当に関わんないってことか、パルは。うん、行かないでください。本当にどう死に来なくていいって書いてるからね。うん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 、癖になっちゃうから。俺も癖になっちゃうから。なんか虚言か虚偽、うん、死に死に詐欺。いや俺がどうしたの、大丈夫って、これ本当なのって LINE したのよ。そしたら死にますって来た。来なくていいですって。ですけど来なくていいです。死にますって言ってから来なくていいです、おかしいよね。のあしんこたん、どっちかです。ややこしくなるね、うん、かからないで構ってほしいけ。あ、みみちゃん、どっちきーにゃ、ナイス、ありがとう、みみちゃんね、招き猫。春のために行かないと。あ、そうだね、俺が行ったらまだ戻っちゃうってことね。これもう春はあの団長の思いでこれ別れを決断したんでしょ。だから俺が行っちゃうとも戻っちゃうから、うん、そういうことね。春のためにも戻っちゃダメってことね。俺が行っちゃダメってことね。うん、春出てってか、うつ治ってた、パルのためにもね。うん、あ、一ありです。うん、担当の、刑事さんに連絡するのほっといてあげてください。パルに伝えてあります。あ、そうなんだ。じゃあほっとくのが一番だね。うん、いいよ行かなくて。お前が行ったらうざいから行くな。怒ってる、怖い、怒ってるよ、怒ってる。いや違う、あのパリスナーさんね、なんか怒りマークめちゃくちゃ書いてる。めっちゃ怒ってる、怒りが伝わった、今半端じゃない。パル01出るんでね。あ、チアキーでありがとう、ありがとう。行かなくていい、そっとしてください。あ、わかる、そっとしてるじゃん。じゃあ俺は何、じゃあどうすればいいの、ね、猫まんちゃんのケツ触ってればいいの。もう放置しちゃって。あ、キツネさんだ、 AD もありがとう。もしもシリーズやってくれよ。そうなんだよ、やりたいんだよ俺も、うん、行かないでね。甘やかしい、エリッティさん、ドンチキ、ナイス、ありがとうございます。甘やかしちゃダメね。LINE は俺がしたのね、LINE した、大丈夫って。そしたら死にます。うえー、おお、花火ナイス、徳姉さん。腹筋はちょっとナイス。ステージが行くと
パルスとセージ中がおかしくなる。わーい、キツネさんドンチキナイス。ただのカマチョだからめんどくさいから警察に任せて。うん、行く意味ある、うん、ほっとけほっとけドンチキ、楽したナイス。タカコアホ、太ったままでいいかな、ドンチキ優しい、甘やかさないでください。でも僕のことも、僕今一生懸命ね、あの団長の思いでダイエット決断しました。うん、甘やかさないでください僕のことも、お願いします。僕も痩せるって決めたんで。もごり辞退してイベント頑張ります、おかしいでしょ。まあ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 、なんでイベント、その違う、あのもごりを辞退したの、その経緯が分かんないんだけど、誰か知ってる人います？もごりだってあれほど息巻いてたじゃん、パルちゃんにお願いしていろんな人呼んでもらってたじゃん。うつだからなの、うつが悪化したからなの。ええー、イベントやりたいから、違うんでしょ。うつなんだ。へえ、うつがひどいんだ。あ、それやめた、やめたの。え、でも1日だけでしょ、モンゴル店長って。やればいいのに、うつが、うつがひどいとダメなの、やっぱできない。お仕事として割り切ってさ、1日頑張ればいいんじゃないの。できないんだ、それがきついんだ。余ったアイテムごめんね、ナイス川田さん。ありがとう。ちょっとティッシュがやばい、じゃあ鼻が。やばくないこれ、花粉症。お薬飲みました？飲んでない。薬ちょうだい。マジか、いろいろあるねやっぱり。うん、花粉症。じゃあ飲みます。おいしい。おじいちゃん、水戸湾が行く、彼のところ行かないでしょ。レミさんが鬱を武器にしちゃダメだって言った。でも3月7日だからだいぶ先じゃない？今日2日でしょ？いやいや、もう今週ですよ。今週でしょ？3月7日には鬱がひどくなってるとか、そう予想ができたってこと？今ひどいだけなんでしょ？なんでその1週間も前のことを想定して鬱がひどいんだって理由にしたんだろう？ちょっとわかんないんだけど。そこがわかんないね。普通わかるの？うつ病の人いる？誰か。1週間も先の仕事が入ってるのに、なんで休もうかしらってなったの？迷惑かけないように。自己中？そこが謎なんだよね。今悪化してるってことでしょ？ 1 週間もあれば治るとか、その見込みがあるわけじゃん。ランドガルバ見た。今日の気分で言っちゃったってこと。その時の感情で言ったの。あれもう休もう、僕が悪いわ、僕これ無理やろこれみたいになったんだ。パルが怒っ
たら、じゃあやるや逆切れしたでもやらない。あ、そういうことか。煽られてやってやったってこと。まあ、守り01タクシーで行くって。どこに？カレンちゃん家？何しに行くの？これ戻るんじゃないのこれ。